ント、ラジオみたいな感じですよね、これね。めちゃくちゃやりづらいですけれども、さあ始まりました無限大レディオ、毎週日曜日、9時からここ、DH スタジオからお送りしております、というわけでね、頑張っていきたいんでございますけれども、そうですね、今日は雇用主と喋るということで、本当にね、まあ原さんも今日出てないですし、僕一人ということで、多分もうファンの中でも鬼のようなファンの方しか来てないんでしょうけれども、実際じゃあどうなんですかね、マネージャーと喋ることに興味があるとか、そのマネージャーさんが何言うかめちゃくちゃ興味あってきたよみたいな方ってどれぐらいいらっしゃったりします？非常に上げづらい空気ということでね、なんでしょうね。仲良く僕はやっていきたいと思ってるんですけれどもね。そうですね、まあちょっと文句になるんですけど、別にこれ言わなくてもいいんですけどね、これライブがね、皆さんいっぱい来てると思うんですよ。でライブが始まる前に、今コロナやから清志郎がね、すごい目ん玉ひんむいて喋るじゃないですか。もうほんま言いたくないですよ、別に清志郎が悪いとかじゃないと思うんですけど、あれで空気重なってんちゃうかなって。たまになんかネタ全然受けへん時、清志郎のせいにしたくなるんですよ。しかもあれ、皆さんちょっと注意深く今度からね、よかったら見てみてください。清志郎絶対カンペ読んでるんで、めっちゃ耳澄ましておいてください。まあ全然ね、やっぱコロナやから、普段やったらお客さんも席でね、友達と来たりして隣で喋ったりしてガヤガヤしてるんですけど、今もう始まる前もシーンとしてるじゃないですか。めちゃくちゃ耳澄ましてたら、カンペめくるペラって音聞こえるんですよ。めっちゃ一回耳澄ましておいてください、聞こえますからね。というわけで、まあマネージャーも読んで喋りたいんですが、どうですかね、皆さんどういったことを聞きたいかなんですけれども、まあなんか一応来たメールとか読んだんですけれども、なんかちょっとね、皆さん誰もそんなにえぐってくれないというか、ちょっとまあ質問としては弱いなというか、結局俺への質問やないかいみたいなんとか、まあ、ちょっと不満が残るんで、あとね、あ、これでも匿名か、すごいんですよ、なんか東京大学の方から来てるんですよね、質問一つ。まあ、これとかもちょっと今読めたらいいんですけれども、まあ、今日とにかくね、皆さんが聞けない、思いつかなかったけど聞けなかったことをバンバン聞いていきたいなと思いますね。例えば皆さんが、まあ、疑問に思ってる、神保町漫才劇場と無限大ホールをなんで分けたのかとか、その割にはなんか泥水すすりたいとかがむっちゃしょっちゅうここ来てるやないかとか、でも逆にあっちには全然こっちの先輩呼んでくれへんとか、いろいろあるんですけれども、まあじゃあその辺をね、聞いていきましょうかね。はい、ということでそろそろゲストの方をお呼びしたいと思います。今回のゲストはこちらの方です。吉本若手班チーフマネージャー小菅右京くんです。ねえ、キラキラネームですよね、意外にね。はい、小菅くん、はい、今日はよろしくお願いします。そうですね、小菅くんはですね、吉本興業、入社何年目なんでしたっけ？今5年目。5年目ですね、はい、ちょうど、まあいろいろ全部知って、うかつにポロッと言っちゃう時期じゃないかなって。やりにくいな。でもね、吉本興業って意外にそのお笑い興味ない社員さんめっちゃいるんですよ。結構いるじゃないですか。そうですね、小菅君なんかすごいですよ。多分皆さんよりお笑い好きですから。なぜならアゲアゲの配信見てた人ですからね。もう引いてるやん。アゲアゲライブの配信やってた、まあ、今日来てる方とかやったら分かると思うんですけども、まあ、ほんまに今の何期ぐらい、6期ぐらいかな、5期、うん、5期ぐらいからぐらいですよね、はいはい、ほんまに当時のアゲアゲのポスター見たらホストクラブかっていうぐらい髪型みんな行かれてる時ね。の時に見てた人ですよ。もうあんなも女性ファンしかいないと思ってましたから。しかもあれ、小杉君誰のファンなんでしたっけ？
いやファまあネタ好きだったのに猪瀬よしさんガチすぎるガチすぎるめちゃくちゃ面白い。そうなんですよね、はい、猪瀬よしさんのファンということで、それを僕らマネージャー今はもう担当違うんですけれども、あこれタイトルコールをやらなダメなんですね。あじゃあタイトルコールを先に読んどきましょうか一応ね。はい、ではそろそろ改めて始めてまいりたいと思います。無限大レディオ雇用主としゃべろう。はい、ということでね、猪瀬よしさんのファンをお迎えしてということでございますけれどもねいやこれはね、でもまあちょっと最初に聞いておきましょうか。じゃあ猪瀬よしさんのネタで何が一番好きですか。あ、ゆずのわかります、皆さんピンときます。あの吉井さん曰くですよ、あの M1 の準々決勝 NGK で受けた時にあの NGK の扉が開いたぐらい受けたと言われてるそんなバカな。めちゃくちゃおもろかったですね。いやあれでもすごかったよな。めっちゃ面白いネタです、ね、あれとさ、反抗期とあと何やっけ、あの揚げ足取るネタ。ああはい、ありますね。揚げ足取るネタなんか俺決勝行くんちゃうかなと思ったのにね。あれをちょうど単独で僕見てました。ああ、はい、絶対行くと思った。はい、もうあれ面白かったですね。ああ、でもどうなの、あれ行くと思ったけど行かなかったけれどもあの猪瀬さんの敗因はどこにあったと思う。いやもうそんなんやめましょう本当にいやでもこんなん全然ジャブですけどねまあでもせっかく、一応ねメールも来てるんで、まあ、ちょろっとお客さんの方を読んであとは確信の方に迫っていこうと思います、はい、これねちょっと僕ちょっと笑っちゃったんですけれども、まあ、まあこれでも最初に聞いておきましょうか。小菅君はあのちなみにどこで働いてるんですかね。今は本社、あの新宿の本社、歌舞伎町にあるね、はい、あ部署はどこなんでしょう。はもうマネジメント、うん、マネジメントですね、はい。マネジメントでもどこの地位にいらっしゃるんでしたっけ。一応チーフっていう、まあ、若手の管轄。チーフって他の会社でいうとどこなんですか、はい、いや分かんないです。僕あだ名って呼んでるんで、チーフマネージャーっていうあだ名って言われて肩書きじゃなくて、はい、あだ名をつけられて、はいはい、チーフなんだからやれよこれ。ああなるほどね。いろいろ仕事が回ってくるみたいな、いじられてるみたいな。もうだから町内会長みたいなもんや。まあそうですね、なんか持ち回りの町内会長で手当がもらえるわけではないけれども。なるほどね、はい、もうあれですもん。だから別にそのチーフマネージャーになったからといって給与が上がるわけでもない。まあそうですね、うん、そのボーナスも別に増えるわけでもない。そうですね、はい、まあ、1ミリも増えないんですか。増えないですね。1ミリも増えないの。え、実際忙しくなりました。忙しくはなりました。会議とかやっぱめちゃくちゃ増えたりとか、はい、まあそのチーフマネージャーじゃない頃は現場を結構ね、うん、担当されてたと思うんですけど、はい、うん、現場を担当されてた時より結構忙しい。まあ体力的に気疲れがすごいですね。会議にやっぱ一番下の年次で会議に参加することが多いんで。なるほどなるほど、はい、やっぱ年次って言い方がねちゃんと会社員ですよね芸人絶対年次なんて言わんからねだってよう言ってましたもんね。その例えば会議で気づかれするのもそうですし、例えばもうチーフマネージャーっつったら吉本ってあれなんですよね。だからもうマネージャーが全員若いんですよね。若いですね。もう他の事務所とかデーベテラン揃いらしいじゃないですか、はい、だからそのチーフマネージャーともなったらもう相当できるやつみたいな扱いってことですよね、まあ、他事務所からしたら。まあそうですね、舐められてんじゃないかなと思いますだっておっさんとかばっかりでしょ。おっさんおばはんばっかりでしょ、まあ、だいぶ上の人が多いですね他の事務所。なんか他のいろんな芸能事務所を渡り歩いてるやつみたいな腕利きの人でしょ。めっちゃいますいます、敏腕マネージャーつって。でもここで偉いのがね、あの小菅君、まあ普通は、まあ、マネージャービシッとスーツ着ていく人もいたりとか、まあ、ビジネスカジュアルぐらいで行く人もいるんですけれども、今小菅君はチーフマネージャーやからっていうので抜きで、ある時だけスーツをビシッと決めていくらしいんですよ。スーツをね、普段はビジネスカジュアルなんですけど。どういう時か分かります皆さん。どういう時やったっけ。
え、マジ俺全然覚えてないですけど、え、鬼越トマホークの現場にいる時やろ。鬼越そうですね、鬼越のラジオ、鬼越のラジオの時は生でそのまま謝罪せなあかんパターンあるから、そうですね、常にスーツでいるっていう。震えましたね。で、工場委員会で、太田さんにちょっと乱暴した時、爆笑のとかはもう太田さんに乱暴した時って表現が走ってでもさ、もうあれはでも前なんか流れ的にさ、はい、なんかそのちょっとボケっぽい、まあそう、あんなんでもちょっとやっぱ謝らなあかんの。いや、なんかボケっぽかったんですけど、なんかずっと鬼越も長いんで、うん、見てたら、あ、これちょっと本当に怒ってるかもなみたいな、酒井さんがあ、これ本当に止まんないやつかもなって思って。いや、そう、酒井さんってマジ怒るからね、ちゃんとなんか気づいて、あれ、え、これボケじゃないのみたいなっていう時あるよね。ありますあります。でちょっと走って一応スタジオ前までは行ったり、うん、いやでもあれやろ、それもなんかポーズみたいなことやろ、まあ、そうです。実際止めれなんかしないからね、はい、あんな巨体。とりあえずマネージャーに、すいませんでした、すいません爆笑さんのマネージャーに、いやだから実際現場で思ったやろな、スタッフさんとかも、はい、いや止めに来たやつ弱そうって本当に。だから YouTube で上がってるかもしれないですけど、うん、鬼越の あるある皆さん見てください一回、無限大の楽屋が映ってて、監視カメラで鬼越さんがマジもめしてる時に、まあ、ほんまに音声入ってるんですよ、マジの監視カメラやから。ヒョロヒョロしたやつが止めに来てるなと思ったらマネージャーなんで力じゃ止められないんで、金野さんを抱きしめてるんでふわふわの触り心地いい、なだめてるね、愛でなだめてる感じ、愛で包み込んで止めてる、大丈夫だから大丈夫だからっていう。なんか、あと鬼越さんってさ、分かりにくいのさ、壮絶に殴り合いするわけじゃないんですよ、なんか顔を小手で押し合うみたいなねそうです。なんかぬるりとして、なんかぬるりとして分かりにくい喧嘩してるよな。分かりにくい喧嘩しますね。あとなんか締め技とかな、はい、組合の喧嘩するんですよね。そうそうそう、お互いし、あ、そう、柔道やから、はい、柔道やってるからな、なんか襟取ろうとすんねんなあれは怖かったですね。いや、そうそう、だから小菅くんが真っ黒なスーツ着るのは M1 の決勝と鬼越トマホークの仕事だけっていう、はい、有名なことでございますけれどもまあだから今はチーフマネージャーがちょっと現場も減って、まあそうですね、はい、という感じでございますかね、はい、だからなんかこの質問で来てたんですよ、吉本のマネージャーさんの基本的なお仕事って何ですか、普段はどこにいるのですかというね。まあだから今は本社よね。今は本社ですね、はい、で続いての質問なんですけれども、まあ、実際このマネージャーさんの力量によって売れたり売れなかったりする芸人がいらっしゃったりと、で賞レースも、このマネージャーだっていいところまで行けたりなど、マネージャーによって差はあったりするのですかというご質問でございますけれどもね、これ実際どうなんでしょうか。自分のことは棚に上げていただいて大丈夫ですよいやでもその売れる売れないでいうと巡り合わせみたいなのもあるかもしれないですね。合う合わないはもちろん人間同士だしあることなんで、これはそのマネージャー側からどういう目線で答えてんねやろな。これ自分のことはただに上げまくらんとあかんよな。上げまくらないと。まあでもあれ、これはね分かんないですけど、他の例えばテレビ局の社員さんとか、他の企業の社員さんとかから小杉くんの評価でよく言われるのは、すぐ連絡は返してくれるよねっていう基本的なところ、ね、いやこれ分かんないですよ、はい、僕も他にサラリーマンしたことがないから、例えば連絡のレスポンスってどれぐらいが早いと言えるものなのか、まあ、小杉くんは僕から言わせると普通ぐらい、別にその日に最悪帰ってこないこともあるし、まあ、でも別に1週間も待たされるわけではないんでっていうぐらいなんですけど、どうなんですかね。例えば今日来てるお客さんはもうほとんどね普通の企業にお勤めの方ばっかりやと思うんですけれども、例えばまあ仕事にもよるのかな。例えばこの仕事どうなってますか、この案件どうなってますかみたいな連絡のメールって、1日帰ってこうへんかったら遅いなって方
これ語弊ある絶対本当に今全上げでしたよ手語弊本当にだから普通の企業感覚ではないということが今発覚しましたその川瀬さんからの連絡には返してますよもちろんその確認これどうなってる、はい、あちょっと今確認しますねの確認に時間がかかることはもちろんあるじゃないですか、はい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 、これが多分感覚違うんでしょうねいや俺ここのこんな早めに苦しくなると思わへんいやいやそのいやその川瀬さんの連絡に返してないみたいな感じだとちょっとあれだなちゃんとそのテレビの担当者とかには返してますよ返してるし、うん、そう川瀬さんにも返信もしてるけど、うん、その確認してほしい内容が明らかにならないことが、うん、その日のうちにならないことの方が多かったりとかなるほどなるほどそのこっちも確認したいけど、はい、できないですよできないというかまあちょっとまだ調整中みたいです、まあ、でもそれも含めて1日またぐのは遅いんじゃないかっていうのが皆さんのご意見みたいですよまあ、うちの会社の話したくない。各所いやそうなんですよだから業界の話だ、ね、だからめっちゃおもろいのが他 の, 社員あの会社の社員さんとかテレビの担当者の方に聞いたらいや小杉君返事してくれるからねとか言ってその感覚なのハードルがめっちゃ低 い, 低いし確かに前その僕も小杉君になるまでね、3、4人マネージャーの方がいらっしゃったんですけど、まあ、やっぱ知らん間に辞めてたりしますからねまあ、やっぱその若い方でね、そうそうだから個人的にはその我々芸人の感覚としては飛ばないでっていう飛ばないでくれよっていう逆にちょっと返事が遅いとこれは飛ぶサインじゃないみたいな飛ぶ激圧予告ちゃうかみたいな感覚であこれ今せかしたらあかんなってね僕なんかとかだいぶマシですよね飛ばなかったのは川瀬さんのおかげかもしれないですよ。いやそうですよ。もう原さんがやり取りなんかしてたら終わってましたから、ね。だから意外にまあこれはね悪口じゃないですけど、やっぱ芸人ってそれこそなんかあんまり一般社会に出たことないんかわからないですけれども、結構やっぱエゴがすごいというかね、そのマネージャーにすごい催促したり当たったりする人も いたりしますから。もうこれ完全告げ口ですけど、インディアンスの木村さんなんかも、もう暑なったらもう意味わからんが、深夜2時ぐらいにマネージャーに電話するらしいですよ。泣きながら、どうにか売ってくれよって。なんでミキやねん、なんで俺らじゃないねんみたいなとかね。で、ラフレクランの西村とかも意外に意味わからん。俺担当だから。そう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 。あったでしょ被害が。まあ、最近ないですけど、うん、昔深夜4時ぐらいに電話来て考えられやまずそれが来週の土曜日のこれって時間どうなってるそれをさ火曜日くらい来るんだやろ意味に分からん火曜とか月曜とかの深夜に来ていや4時とかなんで確認できないどうなってるかその案件の担当者はもう起きてないしいや俺それ西村の気持ちを勝手に考えるとね、はい、多分西村的になんか自分の仕事人なんなくしてんあネタができたとかねでなんかかかってもうてその確認とか、まあ、それはでもあります全然いやだからこれも聞いておきますよやっぱ深夜4時に連絡来るなんて普通の会社じゃ考えられないよっていう方はいもう西村完全ブラック上司全然最近ないです全然ないです。いやそうよ。だって俺一回言ったもん。あかんねって。もう嫌われんねって。ありがとうございます。だからその返す、だいたいネタ合わせ中とかで、多分一段落した時に、絶対そうやな。電話来て、でこれどうなってるとか、だいたい多分単独の V を撮りたいとかで、この土曜どうなってるかなとか、来週の話してるんですけど、電話出るとその隣にいる作家さんから。ありがとうねって LINE だけど送っててくるまあそれはね僕らもよう一緒にやってる作家さんやからよう分かりますけどあとなんかねなんか僕はね嫌われてほしくないんですよその芸人がそのなんかその熱なって思ってね俺絶対なんか芸人も要するにマネージャーの悪口が言ってるけど多分10倍ぐらい言ってんちゃうかって思う時ありますからね勝手にそうマネージャー側があいつ深夜4時に電話しやがってみたいな考えられへんやん、まあ、言うときは大体直接言う深夜4時はご用意してください、ね、勘弁してくださいさすがに寝てますいや そういうのとかもあるからね言わないとちょっといやだからまずその、まあ、このね特にこれは YouTube とかでも配信されるらしいんでその聞く方吉本興業に就職したいという方もいらっしゃると思うんでね吉本の常識というものをお伝えしていきましょう
ゆるい、意外にゆるいからね、うん、怖いよこれ公開されるの。いやでもいいやん、社風的にゆるいって言ってるから、まあ、ゆるいって言ってるからゆるいっていう、だからいい社風ですよ、あの明るく楽しくゆるい社風でございます、ね、はい、あこれはでも本当になんか就職就活してる人が聞かれるかもしれないこれ、うん、マネージャーをやっていて良かったこと嫌だったことはありますか、これ良かったことは省いて嫌だったことだけお聞かせください。嫌だったこと、まあだからそれ時間ですよね本当に。あフリーがないもんね。フリーはいやもちろん休みの日とかはあるんですけど、えでもさ休みの日ってさ携帯の電源切ってる？切ってないです。やんな、はい、えだから僕偉いですよ、土日はなるべく連絡しないようにしてますからね。本当にそう、本当に母さんだけ吉本であ俺だけ吉本の原因で母さんだけ、あ俺がめちゃくちゃ社風良くしようとしてる実は。本当運が良かったです俺は。ユニバースをメインで持ってたから。いやそう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 、いやあそうな、でもやっぱそのまあ深夜4時とかね、まあ、土日でもバンバンやっぱ全然全然対応はせなあかん、対応はしなきゃいけないんで、まあオフとはいえみたいなところは。でもさその例えばテレビ局とかも土日休みおるやん。まあそうですね、基本的にその連絡は月曜日まで入れとけみたいなことやんか。そうです、月曜日の会議で全て決まってまた動き出すやんか、はい、いや別に土日はいいんじゃないの。だから月曜日に会議があるから、うん、急いで土日に電話めっちゃ来るみたいなのは全然。最近はやっぱこの最近はないですね。正月とか実家帰るやんか、はい、正月がまあその長期休みの時に、はい、まあ、あんまないかもしれないですけど、その時は切ってます？切ったことはないですね。すごいよこれ。えみんな社、あ今日ね来てる方ってその社内携帯とかお持ちです、社内携帯とかお持ちだよって方どれくらい、あやっぱいらっしゃる、切ります、やっぱオフの時、オフの時はちゃんと切りますよって方、あやっぱそ切ってはいないんですね。あそれはちゃうんや、まあ、緊急事態用ってこともあるから、ね、まあ、てか自分が嫌か、そうそうそう、なんかあった時に出れてないのが、出れてないとか、はい、まあ一回だからその夏休みとかの初日とかにちょっと具合が悪くなって、うん、病院行くことになった、で次の日の仕事を全部バラさなきゃみたいなこととかもあったりとかしたんで、なるほどね、これは切ったら、まあ、確かにね、はい、先日もねなんか原さんが角膜を傷つけたみたいな意味わからん連絡がありまして、意味わかんないですよマジで。なんか新幹線降りる時に持ってた紙袋がふわってなって目に引っかかったみたいな。でなんかお笑い祭りの営業やったんですけど、ずっと原さんなんか野球十兵衛みたいに石眼の片目つむってこっちずっと見てる、今日ネタ何やる。いやそれ、いや絶対なんかあったって言わなあかんやんこっちみたいなね。それもなんか、まあ、今はね小菅君じゃないんですけど、まあ、あのマネージャーとのグループラインに片目傷つきましただけ入ってて、いやどうしたらいいねんだからみたいなね。いや原さんマジめちゃくちゃやな、これそのマネージャーに証言してほしいんですけど、原さんマジアホやから、うん、あのまあ、芸人って確定申告するんでいろんな領収書は取っとくんですよ、その飲み会とかタクシーのとかもね、はい、乗ったやつ、うん、でも原さんそのタクシーの領収書とか取ってきたやつを、まあ、確定申告で例えばまあ年収が何万以下やったらそこまで税金払わなくていいですよっていうことで、それが経費として税金分だけ浮くみたいな話なんですけど、うん、原さん何を勘違いしたんか知らないですけど、タクシーあの芸人だったらタダやと思ってた時期あったらって本当死ぬほど領収書持ってたよな、はい、なんか渡してこない、生産しないのかなと思ったら、うん、タクシー代は全部返ってくるって聞いたんで。で極めつけがなんか単独ライブで空き時間あってなんかふわっと弁当屋行ってなんか900円ぐらいの高い焼肉弁当を買ってきて、マネージャーにレシート渡してこれ落ちますって、いや落ちるか。なんかちょっと高いの買ってきてたよなあれ。そうですね、自分で食べたいやつを、うん、まあ、たんこっちが用意したもんとかだったらあれなんですけどね、うん、自分が食べたいやつを買ってきて、うん、なんか会社の金で食えると思って。そうそうそう、感覚的に意味わからないよね、うん、まあ、ちょっとじゃあ次のこともまあだから結構ね、まあ、社風としては緩い、ね、でマネージャー目指す方は休みも電話を切れないということらしいです。だから、ね、悪い言い方しないで。え、いやでも真面目ってことやろ、ま、仕事に真剣ってことやん、まあまあ、ブラック企業じゃないですよ、仕事に真剣なんですよ。なんかすぐねそういう熱意をねすぐブラック企業だなんだっていう風な風潮ありますけれども、
本当に仕事に扱ったらブラック企業じゃないですよね。はい。そんなんやったらね、芸人なんてずっとネタ考えてますから、ブラック企業ということになりますから。はい、ということで、またちょっと違う質問なんですけれども、今度はちょっと違う、ちょっと趣を変えましょうか。あ、これいいですね。マネージャーとして一番こだわっているところはありますかと。これはやらだなみたいな。あ、自分がですね。はいはいはい、そう、個人的に。ってなんで、まあ、ネタは見るようにはしてますけど。あー、なるほどね。はい、意外にあれですよ、まあ、今はちょっとね、あのピラミッドのシステムもなくなっちゃったんで、若手の。昔はね、審査員もやってましたもんね。あ、やってました、やってました。結構ね。はい、あれですごいですよ、1年に1回ね、NSC の卒業大ライブっつって、8時間ぐらいぶち抜きでやってるんですけど、ずっと審査員やってますからね。はい、130組。あれ切れそうなるよな、はい、俺もなんか毎年 MC やってますけど、うん、一応その MC 中 MC とかで入るからいじらなあかんかったりしてね、頑張って見てますけど、やっぱ途中切れそうにはなったりしますよね。まあまあまあ、もちろん1年目というか0年目、そう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 、途中入っていきたくなるね。待て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 ってすごい、たまに、ね、とんでもないネタとかもあったり、とんでもないのあるもんね。ほんと令和ロマン、まあ、もっとバジンブコツとかにはすごい助けられるんですよね。そうそうそう、すごいな、ちゃんとすごいなみたいな。だから際立つよね、すごい人はね、ちゃんとね、うん、すぐ優勝する、うん、なるほどなるほど、はい、あ、意外に真面目みたいですよ。はい、じゃあ続いてのご質問いきましょうか。続いては、いや、これはガチやな。あ、いいですね。無限大と大阪の吉本の漫才劇場が今ございますと。芸人やショーレースのこと、公演内容、お客さんなど、無限大と吉本の漫才劇場の差は何だと思いますか。チーフマネージャーの立場から、お教えください。いや、これは別に言って何の問題もないんじゃないですか。なんか別に、まあ、東京と、ま、満劇の差ですかね。そうです、劇場の差。あ、いや、大阪です。あの、神保町は無視してます、この人は。神保町に何の希望も見出してません。いやいやいや、そんなことない。それはもう、いや、もう M1 で神保町全員叩き潰してるからな。どうぞどうぞ。ご自由に。ぜひぜひ。はい、ということで、はい、どうですか。まあ、差とか、まあ、なんですかね、うん、もう本当それこそ文化みたいなところはあるとは思いますね。そうやねんな、結局なんか、まあ、よく僕もね、なんか DM とかで来るんですよ、ノートにその違いとか書いたことあったから、はい、いやいや、そんなもん、満劇はもうめちゃくちゃ面白くて、たまに無限大来ますけど面白くないですけどねみたいな、はい、あー、もうこいつつぶってるだけやんって思うだけですけど、それに関してはね。その、ま、ちなみに小菅君はその、ま、地域差もどう思います。地域差としては、地域差っていうか、まあ、例えばそのもともとお笑いっていう文化が根付いてるじゃないですか、うん、でやっぱ東京なんてどうやったって根付かないじゃないですか。まあそうですね。だっていまだに漫才のことをコントって言うからね。ね、言いますね、うん、市橋さんのコント面白かったです。なんかお笑いファンを辞任するアイドルみたいなやつが、エンタの神様見た人じゃなくて、あ、そうそうそう、トリアとっていうのとかもあるし、はいはい、なんか分かってないやん。でもまあそうですね、うん、はい、それに関して、うわ、どうだろう。でも、ね、じゃあ別に地域差じゃなくても、はい、例えば地域差以外でも、例えばまあなんでしょうね、その盛り上がり方とか、こうした方が大阪のこれを真似した方がいいのになとか、逆にこ、無限大もこうした方がいいのになとか、いや大阪の満劇の方がこうした方がいいやろとか。あ、だってこれはね、一応若手チームですから持っとかないと。会議でなんて言うんですか。問題意識ないとは言わせませんよ。いやいやいや、あの番組だと思うんですよね、その大阪の番組、はい、大阪のショーレースって結構あるじゃないですか。 いっぱいある、ちっちゃいのがね、ミニ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 あるんですよ。でそれがあって、新しいスターが大阪で生まれて、はいはいはい、大阪はそれが全部劇場に還元される形になるじゃないですか。お笑い見れるのが、確かに東京でね、はい、お笑いハーベスト大賞取っても何にも歓迎されないですもんね。いやいや、なんて言ったらいい、日本音痴協会がやってる。素晴らしいですけど、その、まあ、大阪でもその還元がもう自然とシステム作んなくても、はい、なんか新しくチャンピオンが生まれたらそれが漫才劇場にしか出てないから。ただ東京は
いろんなところに劇場がありすぎて、まず割れる、うん、でいろんなそうやね、あの吉本だけじゃないですよ、うん、そのバッティオスとかいろんなとこがやってる劇場があるから、うんうん、そうなんですよ、そのまずお客さんが割れる、うん、どこで見れるかがまずはっきりとわからない、分からない、で、まあ、あとお笑いを見れるコンテンツが豊富すぎる、豊富すぎるっていうのがもうとにかく割れちゃうんですよね、お客さん割れるし、なるほど、はい、東京の方がもう分母が多いよと、まず多い、はい、うん、だから売れにくいというか、なんかそうですね、はい、その一個に集約されないですよね、はい、だからなんか大阪の人はよう言いますよね、はい、その道筋が一本やってね、はい、とにかくネタ頑張って小さい賞レースでも何でも受けて売れて、うん、で劇場のトップに立って、で M1 もいいとこ今で行って東京進出やみたいなね、うん、ありますけど、確かに東京はよう分かんないですもんね、分かんないですね、やっぱあの全員これ吉本のマネージャーも思ったと思うんですけど、やっぱシュンシュンクリニック P が売れた時点でもう何か分からなくなったっていうねえ俺たち何をすればいいのっていうよし、ちょっとシュンシュンクリニック P の美味しいところだけつまんで金ちょい取るかっていうぐらいですよねそう、もう売り込み方もどうせいか分からないですよねその医療の番組大丈夫かなとかいやだからマネジメント側としても、えこんな売り方のやつどうやったらいいんかなみたいな、そう売り方を迷うってことね、またそうです、で多分東京のマネージャーな、まあ、ネタ見てる人ももしかしたらあんまり多くないのかもしれないですけど、まあ少ないよね、ひょっこりはんさんとかが売れた時もやっぱ劇場でしか見てなかった、で劇場では受けてないってなるとランキングは下になるじゃないですか、そうそうそう、あるあるやね、いや受けてないっていうのは別に面白いんですけど客少ないみたいな、そうそうそう、お客さんが少なくて、やっぱ若手の劇場じゃね、はい、うん、でもオーディション受かって爆売れして、うん、今度劇場入ったらバーンって受けるみたいなのとかってやっぱひょっこりはんがお客さん呼んできたわけよね、要するにね、還元してくれたわけよね、なんか予想本当にできないです、何が売れるか、そうやねんな、はい、なんか地続きじゃないねんな劇場とな、うん、全部ね、そうですね、うん、でなんかバカ正直に劇場だけ頑張ってたらね、人気劇場人気若手という枠だけで終わるというね、なんかテレビ出たら歯誰みたいなねM1 出たら全然受けへんとかね、いや俺は M1 でも受けるからね、というかいやそうやごめん、ちょっとこれね、これだけは言わしてというか、いやですかでも例えばひょっこりはんとかシュンシュンクリニック P とかいるじゃないですか、はい、で、まあ、無限大のランキングでどうしても下じゃないですか、はい、まあ、それを救ってあげるのが一個仕事かもしれないですね、一個ね、そう、若手班がそれを見てないともなるともうちょっと危機ですよね、そう本当にそうです、だから劇場は見てほしいんですね、社員は、なるほどね、はい、だそうですよ、吉本興業に入る方はそれを心がけてくださいね、まあ、いきなりね物販とかそういうとこ飛ばされたらわからないですけれどもそのひょっこりはんさんとかで、うん、あこういうのがあるんだっていうのは分かったんで、確かにね、ちなみにやねんけどさ、新入社員で入ったらさ絶対マネジメント行くの？いや絶対ではないです、他はライブ制作とか映像制作とかもうあるの？全然あります。あそうなんや、はい、なるほどね、なんか基本的にマネジメントのイメージあるから、でもそうですね、マネジメントが多いですね、一番修羅なはずなのよ、一番修羅の国に一番最初に叩き込まれるっていうね慣れさっそく、一番ひどい状態を今後待ち受ける自衛隊の訓練みたいなまず入れときゃいいみたいな、はい、なるほどなるほど、はい、あ俺何聞こうとしたんやったっけな、あちょっと忘れたんで、またちょっと後でちょっと思い出したら聞きますわちょっと怖いかもしれませんけどね、いやそうですね、あなるほど、ちょっとこれはなんか愚痴っぽい質問ですね、よく関西在住で好きな芸人さんもほとんどが吉本漫才劇場の芸人さんですと、無限大は大阪芸人をたくさん出していますけれども、東京の芸人さんだけで公演しないで大阪の芸人さんをなぜ呼ぶのですか、うん、東京の芸人は EXIT 以外全員人気がないからです、まあ、人気がないからです、川瀬さんはそうですね、うん、いや今日もびっくりしたよ、一応ユニバース見に来た人って聞いたんですよ、プレミアムオンラインライブでね一人も手挙げ、もう手挙げたら殺されると思ってる
ターでもうあの10月は見に来るなって言ったから調整してるから言っとくけどバレてるからね、上げてなくても。はい、まあこれに関してはまあしゃあないですよね。でもやっぱお客さんを入れなきゃいけないってところ で、明らかにお客さんが入るって分かってたら、あとなんならあっちが呼んでくれないだけっていうのもありますしね。全然呼んでくれへんよな、うん、あっちな。まあそうですね、うん、だあのでもこれね、無限大がバカみたいに呼んでると思ってるでしょ。ちゃんと交通費ケチってますよ。例えばさやかとかね、吉田たちさんが入ってる時とかはルミネに入ってたりするんですね。ルミネの交通費で呼んで無限大にどさくさ紛れで呼ぶというね。ケチってんじゃなくて、うん、ちゃんと浮かして経費を浮かしてるんですよ、うん、じゃあでも無限大だけでね呼ぶの少ないじゃないですか。だから金属さんとかも意味不明ですよマジで確かに知ってます、あの無限大の主要人気メンバーにポスターになぜか金属さんがこんなやって入ってるの誰よりも芸人っぽいポーズしてんねん、あと下にいました今日もなんかないました、ね、はい、そうやね。どういう気もだ金属さんも逆にどういう気持ちで出てんのかなってね。うん、でやっぱ MC とかになって今日金属さん見に来たよっていうのが恒例の質問になってるというね、はい、謎の現象、はい、だちゃんとめちゃくちゃいんねん。たまもう俺ら多分金属さんのファンにネタ全部バレたで、ライブが一緒やとね。あ、そうこれを言いたかったんですよ僕は。これね、ライブありすぎません？異常事態ですよ。なんで今思ったんですか？いやだからいやずっと気づいてはいてんけど、その誰もなんか気づいてる、な無意識になってんちゃうかなと思って。あ、それが当たり前みたいな。だって一回ね、1週間に6回無限大来たんですよ。わらむげ集合って何事ってなるじゃないですか笑って無限大集合って、ね、確かに。でわけわかんないのがそのライブ、ま、そもそもねお笑いというエンタメ自体がこんな毎日やることかとね。それはえだって皆さんね、音楽でも好きなライブのアーティストとかね、わかんないですよ、ダンサーとか、あと芝居の演劇とかミュージカルとか好きな方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。毎日見ます？例えば原さんの好きなゆず、毎日ライブやってます？でゆずですら毎日やってないねん。ゆずだからじゃないですか。いやゆずだから、まあここはあえてゆずでもと言わせてもらう。ゆずぐらい客を抱えてる人でも毎日やってない、ね、はい、でプレミアムネタライブで今日見に来たよって手挙げても一人もいない芸人が1日6公演も出てるのおかしいない？需要と供給が合ってないよ。ゆずはだからもう数ヶ月に1回やったら暮らせるのかもしれない、うん、その会社としてもね。あ、なるほど、はい、会社としての優しさってこと、はい、優しさというよりはだから毎日やんないとやっぱ収益みたいなところも上がってこない。その劇場としての、はい、でも俺らお客さん呼んでないわけやで、ゼロ人やねんで大丈夫？まあ、今日はね、もうこれは今日はもうイカレ株主総会みたいなことでしょ確かに今日は一番癒着してますね。いやそうそうそう、外部顧問みたいなもんやそう、まあ、テレビもらってますからね。いやそう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 ね。いやだからいやなんかいやだからね、吉本興業だから優しいんですよ。他事務所とかなんか吉本し、いや普段吉本のライブしか来てないよって方どれぐらいいらっしゃいます？ほらもう結構いらっしゃるじゃないですか。 いるんですよ。あ、お笑いといえば吉本って言うんで、うん、他事務所ってどこでやってんのぐらいの感じの人、うん、で新宿の、 あの西武線沿いとかの西武西口ぐらいとかのあるんですよ、いっぱい劇場が。実は下北とかにもあったりするし、そういうとこで自主的に借りてやってるんですよ。ヤーレンズとか分かります？ヤーレンズさん知ってるよって人。ヤーレンズ事務所の許可なく勝手にライブ開いてますからね吉本やったら死刑ですよまあまあまあ注意はね、それを事務所が公認してるわけですよ、はい、でそれぐらいライブがないんです。 K ダッシュの事務所ライブなんか月1回ぐらいしかないのを吉本は、まあ、例えばユニバース為替でいうと1ヶ月70公演ぐらい。まあすごいですよね。1ヶ月70公演行かれてんのか。
それは和牛さんのファンにもネタバレてるわなんか割と最近作ったネタやった見たらうつむき出したからねいやもうお手上げですよもういやもうお手上げもうだ金属さんのファンだら俺らのネタバレてるランキング言うな、はい、和牛さんのファン金属バットのファン、はい、アキナさんのファン、はい、もうこれベスト3でいやそんなこと言ってもジェラードンのファンとかネルソンズのファンとかもようライブ一緒になってるからいるでしょって言うじゃないですか。まあその辺はもう 2,3 周しちゃってる2,3 周しちゃってるもうずっとこんな目でみんな見てる今日はここ帰ってきたね確かにその目線ありますね確かにいやあのねもうマジであのコント師これね、はい、小菅君も知らんと思うけどコント師ってお客さん席見えないんですって。あーなるほど。なんか一個壁があるらしくて、はい、役に入ってる、はい、漫才師は死ぬほど落ち着いて見てるからね。うなずいてる瞬間とか知ってるから何やねんあれ何をうなずくことがあんのネタで俺なんか君的にテンポ良かったみたいないやマジで俺一回出口調査したのかと思うぐらいなのに怖い、ね、掘り掘り怖い怖い。いや小杉君でもねあのだから俺は吉本に提言したいのはね、はい、これだけ1日70公演もユニバースやらしてるで全体的な公演数で言うともっと上じゃないですか、はいはい、だからその日の気候とかね降水確率、状況社会状況とかね、客の人数客層年齢層全てをデータ化して記録に取っていきましょうね吉本興業何年でしたっけ今年で百何十年ちゃんとデータもし取ってたらねあこの日は厳しいから和牛入れとこかとかねイグジット入れとこかとかねあこの日は大丈夫余裕で入るから、うん、あのウルトラブギーズ入れとこかとかねいやうんあそういうことができたりするわけですよ。いやすごい本当確かにって思ってます。いやそうやろここ編集してちゃんと支配に渡しといてね、うん、そう頼むよ社員の音声出すな頼むよチーフマネージャーとしての音声出すやっといてねちゃんとそうですね、今日見に来ている社員の中では偉いですからねいやこれめっちゃ思うんすよねまあでも本当確かにね、なんか出てる交番とかもね確かに何をタラタラと毎日作業みたいな感じでやってんのかっていう、ね、せっかくやから取っといたらいいやんでアンケートも頑張って取ったらいいんですよ、はい、あの一時期の客入ってない頃のルミネがめっちゃきつい時あったんですよ。で2000円ぐらいで公演やってその分2000円でやる分4回転させるみたいなね、はい、4公演ぐらいやって回転数を上げるみたいなことを腕利きの支配人がやってはったんですけどその時はめちゃくちゃアンケート調査を行って面白かった芸人って書かせて、うん、でもプラスマイナスファイブギャップが独走状態になって異常に出ます増えたと全然だまだ出てない頃ですよね。そうそう俺らも出てない頃でちゃんとその若手にもルミに出れるようなオーディションも敷いて、うん、やってまあなんかそれで僕らも出れるようになったんですけど、うんやっぱそれとかでねなんかプラマイさんとかも出番めっちゃ増えたみたいな話も聞きましたしね、はい、だからそのプラマイさんってこれなんですよ。だ例えばプラマイさんを見に来る人って少ないんですけどまた来ようと思わせる力が強いんですね。あ吉本ってこんなおもろいやみたいな一回その研修でルミネで研修した時に、はいちょうどそのノンスタイルの石田さんが怪我して出れないみたいな、はい、あなるほど。でもう研修で朝行ったらもうルミネあたふたしてて誰か代わり探さなきゃいけないって言ってその時の担当の社員がプラスマイナスさんに直電して今日行けるかって言って急遽来たんです。でもう誰も知らないもうプラスマイナス関西じゃ有名やけどね東京ではね誰も知らないけど満席で誰も知らないけどプラスマイナスさん出てきて一番笑いといてなってその時もこれがねすごいんですよ。すげえと思って。ザパンチさんとかもすごいからね。すごいですね。すごい。あの尺調整の鬼って言われてますからね。確かに。うん、5分から30分までいけるっていうね。すごい。さすごい。いやそうなんですよね。やっぱそういうデータとかもね、うん、取っといた方がいいなって思いますよ僕は。僕も思いますそれ。うん。いやこれはちょっとやっていきましょうよこれねせっかくですから。
ちょっとじゃあちょっと時間もなくなってきたんで他の質問回りましょうか。いろいろ来てはいるんですけれどもね。なんでしょうね。あーこれでもしょうもないな。あこれしようかな。マネージャーさんが思う、原さんはこうした方がいいのになというところありますか。本当に来てますそれ。本当に来てます。来てますよ。原さんこうした方がいいのに。原さんこうした方がいいのになっていうところありますか。なんか、ね、いや僕の口からなんかね山ほど聞いてると思いますから、こうマネージャーさんとかね社員さんの目線からね、原さんってこうした方がいいのになっていうね。なんですかね、もっと、いろんなこと学んだ方がいい。平たく言うとバカなんですよね。いやいやいや、その知らずにこういろいろやり出す、YouTube とかもそうですけど、うんうんうん、そのなんか知らずにこうどんどん走り出して、結局今ほぼ更新してないとか。あ、はい、出ました。そうなのよねあれね。ショーでもあるんだろうけど。やばいよあれ。もうああいうのが一番冷めるもんね。応援してる人からしたら、うわ自然に止まった。理由なき。YouTube 芸人応援するにあたって一番冷めるのあの。よく分からん期間で止まったっていうやつね、更新が。今バビロンが理由なく止まってみて、めっちゃおもんないよ。確かにあんだけめっちゃおもんない。なんか自然に更新しなくなったけどみたいな。そうですね、それよくない。いやだってあれ意地でも更新せなあかんやん。そうですね、なんとかしてやんなきゃいけないなとは思うんですけど。いやだから今 YouTube をやろうなんていうのはもう本気で取り組まないと勝てないんですよ、うん。もうそうですね、なんとなくではもう絶対もう無理で、なんかよくね今更 YouTube やるのもったい、あのなんかどうなんみたいな人もいると思うんですけど、はい、始めるの僕全然ありやと思うんですけど、はい、取り組み方ですよね。もう本気で全然まだまだ爆跳ねする人も、はい、全然現れると思いますけど、もうちょっとやり方自体はめちゃくちゃ考えないとね。そうですね、一個だから原さんに関して言うと、うん、その YouTube を撮るときに、うん、あの説明しながら、はい、そのメイクの、はい、説明しながらやってほしいんですけど、はい、説明しながらやってるにもかかわらず後ろであのこの音楽ないとあの自分集中できないからって言ってゆずの音楽とか流すから使えないんですよ本編で。あ一個 もうそれもめっちゃ言うたらなんかんだろうムスッとして終わったな。あそうです。あんななんかムスッとして議論終わるっていうね。これ、うん最悪よね。最悪よくあるんですけどね。いやしかもなんか今はねマスクもしてるじゃないですか。もう考えられへんほどムスッとしてるように映りますからね。でうまくやればただもうね。いやそう、いやめちゃくちゃ可能性ある。こちらとしてはな、はい、その良かれと思ってな、はい、ユニバースを良くしようとね、はい、社員さんからしたらなんかその原さんのためを思ってしかないですからね。原さんに見てほしいですね。じゃあこちらの配信は特に切ってほしいですねここは。何回も言ってはいるんで。なるほど、はい、そうやね、はい、まあ YouTube だからまあ本来向いてないよね。まあそうですね、向いてないんでも本当はもっと周りの助けが必要なのかなと思うんですけど、だからまあ本来なら監督せなあかんだろうね。はい、入ってほしい。絶対にやりたくないけどね。そうですね、あと1個ぐらいいけるかな。あと1個ぐらいは聞きましょうか。あーこれでも小菅君あれかもね。 M1 について、M1 はマネージャーさんたちにとってどういう存在でしょうか。どんな気持ちで見てるんでしょうか。いや結構だってさ自分の仕事に直結するもんね。しますね、そわそわはします。もちろん優勝してほしいけど、だってなんかよくあるじゃないですか、その後日 V みたいんでマネージャーが決勝の優勝決まった瞬間電話めっちゃ取るみたいな、はいはい、あれを2018に霜降りにやられたってことですよね。そうですね。そうそう、悔しい思いをさせてしまったという。霜降りのマネージャーも当時同期ですから。あ、芸人もマネージャーも同期。まあでもまあ裏を返せばよかったよね、別に暇で。いやいや暇ではないですよ、その仕事は増えたじゃないですかやっぱり。いやでもあれやっぱこうおーってもうやっぱ気持ちは入ってる。やっぱ入ります入ります、うん、もちろん。やっぱ担当芸人応援する。応援します。だからそれこそ6番手でユニバースが2回目の決勝の時に出てきた時は僕6番手なんてかなりいいと思ったんですよ僕は。流れも思ってたよ俺も。思ってたじゃないですか。
僕も思ってたんですよ、うん、で来たユニバース来たって、はいはいはい、ユニバースだよって言われて全てのピースが揃ったと思ってた、はい、来たで前評判も良かったですね。あ来たあめちゃくちゃもう芸人も褒めてくれてた。そうもう先輩芸人もみんな褒めてくれてて、うん、で6番手って最高の順番引いてでここまで重いのは俺への前振りやと思ってたそうでユニバースダンガ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 ン出てきた時の川瀬さんの様子嘘だろと思ってまずもう本当にやっぱ一番見てる人からしても違うかったもう分かるんですよなんかうつろというかおかしい、ね、俺もね扉開いてから記憶にないのよ、はい、嘘だろと思いましたもんこけましたもんちゃんとおいでその後霜降りバーン行ってえそのさ、まあ、さっき言ったちょっと偉い人いるやんか、はい、小杉君の上のね、はいまあ、あの人も一緒にいたと思うねんけども、はい、会えた瞬間俺聞いた話はこれはダメだなって言ったらしいやん本当ずっと直前までは、うん、今回本当ユニバースチャンスあるぞ、うんうん、あるある本当にネタもそうだし、うん、もうあるぞで2本目も揃ってたしね揃ってて2本目のネタも知ってましたから僕も、うんうんうん、あるぞ、うん、でユニバース6番でこれ来たぞ、うん、会えた瞬間あダメかもなで俺もこれやばいっすねやっぱ開いた瞬間で把握されるってエグいよないやいやそのくらい違ったんですやっぱ2回目の1回目の M は本当すごかったと思うんです、まあなはい、まああれはねまあなんかそのししもう逆に言うと心をもう整うか整わへんか打ちに行ったからねもうしかもずっとライブとかも M1 の出囃子使って単独やったりとかしてたじゃん異常者のかけ方してたから、ね、本物の出囃子出てきたから、うん、感動もしましたしあなるほどね、はい、やっぱジーンとするみたいですよその担当者は ね、 そうですね泣いてますから、はい、僕は1回目はいやそうやね、はい、だから実際じゃあその俺これだけ1個最後いいですかそのお笑い好きで吉本興業の面接を言うとなんか割とねなんかファンですみたいなこと言うとなんか弾かれるみたいなのも言ったりするじゃないですかまあまあ微妙なところ、ね、なんか微妙なとこになるじゃないですか、はい、なんかでもお笑いに熱があった方が間違いなくいいってことですよ ね、はい、間違いなくそれは、はい、どうしたって仕事につながりますもんねそうですね、うん、熱ないときついちなみにその最終面接ってどんな感じなのもう普通に社長面談だけ最終はそうですねで最終の前とかが結構やっぱああこれやっといた方がいいみたいになるそうそうそうもうこれやっといていい方がいいとかはもう対策はないです、うん、対策ないけれども何したなんか何したというよりはもう十何人面接官いてあそんないんの怖っどういうことそれコーナーライブゼーレエヴァのゼーレみたいないやゼーレより多いわ冬月さんが真ん中いてブーンってブーンって出てきてうわーってなりますあれはじゃあもうその受ける人には、うん、ゼーレ見とけよっていうあもうエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンのあのゼーレのシーン見とけよっていう、はい、のジョハ9のどんなアドバイス冬月さんのシーンを見てもらってなるほどなるほど楽屋だとこういう会話でずっと続けていやこれはねいや非常に有用だったんじゃないですかです、ね、お客さんも知りたいこと知れたと思いますし、はい、その吉本興業ね就職目指してる人も多少はためになったんじゃないでしょうか、ということでございますそろそろお時間でございますけれども告知かなんかありますかなるか後日アップされますこれいやこれも情報解禁になったから言いますけどね、10月27日にちょっと福岡の、劇場と揉めていただきまして、なんとかねじ込んでいただきましたね単独ライブをね、はい、福岡ありがとうございますこれはもう小杉チーフマネージャーのお力によりますからいやいやほんと違うんですよこれはもうたまたまでございますから、はい、一応5本やりますんで、来れる人はぜひ来てくださいまあ厳しいやろね配信はあるんですか配信は皆無ですバレたくないので、まあでも福岡美味しいもんありますからね皆さん GoTo キャンペーンでぜひ来てくださいというわけでございます以上ですかね以上で大丈夫ですかね、それでは以上無限大レディオ、シャープ2雇用主と喋ろうでございました、来月も社員さんをどなたかお呼びしたいと思いますので皆さんぜひご覧くださいありがとうございました